東京慈恵会医科大学の前身は聖医科医講習所で、1881年に高木兼弘先生が開設されました。高木兼弘先生は、病気を見ずして病人を見よの精神のもと、病気だけにとらわれることなく、患者さんの心の痛みも理解して全人的な医療を提供するというふうに言われました。この理念は現在も慈恵医大で働くすべての人々に受け継がれております。この教えに基づき、質の高い医療を実践し、患者さんや家族から信頼される病院になりたいと思っております。附属病院の特徴ですけれども、私どもは4つの附属病院を持っております。全部の病床数は2600床と、規模のかなり大きい病院であります。またコモンディジーズから希少疾患、あるいは超急性期疾患から慢性期疾患、そしてあらゆる年齢層の幅広い症例を経験することができます。2020年に新外来棟、母子医療センター、新橋健診センターがほぼ同時にリニューアルいたしました。清潔でゆったりしたスペースで、設備も最新鋭のものを取り揃えております。またハイブリッド手術室やロボット手術が可能な手術室など、最新鋭の設備で非常に多くの手術が毎日安全に行われております。当病院は江戸時代には武家屋敷があったところです。東京タワーも近く、また霞が関まで徒歩圏で行けるという非常に立地に恵まれたところに位置しております。新橋虎ノ門地域は国際新都心構想によって、これから加速度的に発達する場所であります。当病院では指導医は大変優しく、そして大変丁寧に皆さんを指導していると私は思っております。のびのびとした環境の中で、たくさんの臨床経験を積みながら、病気だけでなく患者さんとしっかり向き合える人間性に富んだ医師へ成長する、こうした研修を行いたい方は、ぜひ当院での研修をお勧めしたいと思っております。皆様が働くことになる医局棟も完成したばかりで、充実した研究エリアも揃っております。医学の進歩に貢献するリサーチマインドに富んだ医師を目指したい人も、ぜひ当院での研修をお勧めしたいと思います。今臨床研修をどこで行うか迷っている先生方も多いと思います。このような環境下で、私どもと一緒に働けることを楽しみにお待ちしております。